どうしたんですこれ。校長からの差し入れだ。食っていいぞ。わーい。でも一度くらいは何か思い出作りしたいですよね。石神？会長とゆっくり遊べるのは今年だけかもしれませんから。石神。行こうぜ石神。夏の終わりには大きな祭りがある。たこ焼きくらいならおごってやる。夏祭り、名付けてハッピーライフゲーム、みんなでやりましょう。しない。せっかく作ったのに誰も遊んでくれないってのは結構悲しいものですよ。石神くん、君って本当はいい人だったんだね。先輩、どうかしましたか？なんでもないですよ。心配してくれてありがとう。石神くんも困ったことがあったら何でも相談してくださいね。石神くん、聞いてくださいよ。会長の誕生日昨日だったんですよ。はい、そうでしたね。えあ、会長。藤原先輩、会長の誕生日知らなかったんですか？藤原先輩だけ知らなかった。藤原先輩だけが、藤原先輩だけが。石神くん、よくやってくれたわ、ありがとう。石神くんは本物の愛を手に入れられなくて苦しんだこと。各々が胸に抱いた等身大の愛、それこそが本物の愛だってなぜ気づかないんですか？たまにはいいこと言うじゃない。選ばれないかもって結構不安になるもんですね。正確に何ありますから僕。何わけわからんことを言ってるんだ藤原初期。石神会計も。どうしよう、 LINE とかやってんし、スカイプじゃダメかな。副団長、もしかして LINE やってない人？メアド教えてよ。連絡事項だけメールするからさ。すみません、お手を忘れ合わせて。てなわけで借りるあてもなくて。別に私の服でよかったら貸しますけど。え、いいんですか？いいわよ。あら、おかわいい。石神くん、消しゴム落ちてたよ。おはよう石神くん。起きて起きて、遅れるよ。いい人なんだろうな石神。アンカーがハチマキしてなきゃ閉まらんだろう。大友京子への加害を防ぐためにお前は何の反論も行わなかった。頑張ったな石神。だとしたらお前が書くべき反省文はこうだろう。よく耐えたな。行け石神。石神、いい走りだったぞ。本当に惜しかった。あんまり気にすんなよ、もともとリードされてたんだから。ん？いい人だ。平気っすよ。